はい、じゃあよろしくお願いします。えー、今回、高校受験対策図形シリーズ第28弾やっていきましょう。えー、問1問因という書き方をちょっとしてあるんで、ちょっとわかりにくいんですが、問題3問ありますので、まず一回ね、動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後にわかんなかったりね、不安なところがあれば、今からね、自分が全部解いていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかなでは、早速ね、問1の方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。 では画面下げますのでお待ちくださいちょっと動くよいよっつってねあのーあー行き過ぎちゃった自分の動画を長くね使ってる方は配置が喉が弱いっていうのはじゅじゅわかってるかと思うんですけどあの悪いんすよああ悪いじゃない弱いんですよ喉がねで先週あたりからずっと咳が治らなくてまだ治ってないんでね今回の動画でも若干っていうか咳込むかもしれないんですがそこちょっとお許しくださいでは早速やっていきましょう えー、ざっくり情報をまとめていきます。まず平行四辺形です。外、平行四辺形覚えておいてください。問いに関しては、あ、ごめん。P はね、CD、ここ動きます。まあ、C と D に重なることはないんですけど、動いていくと。で、まあ、A と P 結んでおりますと。で、問いに関しては、ここ50度、ここ A 度にしているとき、はてなの部分、A を使って表せという問題です。 でですね、まあ、平行四辺形の角度が出てきた時に非常に大事になるもの、まあ、せっかくなんでポイント書いておきましょう大事になるのはやっぱ対角です対角先に書いておきますね対角は等しいと対角んぞやと思った人はちょっと待ってください対角は等しいえー、っと 四つって、ね。体は反対の部分です。まあ、左上で、まあ、左下だったら右上。つまり今ここ50度だから、ここ50度。になります。これ非常によく使うので覚えておいてください。で、今回ポイントには書かないんですが、もう一個。えー、平行四辺形において隣り合う角度。だから左下と右下みたいな。ここは多数と180度になります。これは左下と左上でもいいです。隣り合うから。 隣り合う動詞を足すと180度。つまり、今回ね、答えには使わないんですけど、ここ、出そうと思ったら、180から50を引いて130ですよ、みたいな。これも非常によく使うので、よく、よくとかね、覚えておいてください。まあ、下のね、この四角形使っても別に持っていけるんですが、上のが簡単なので。で、えー、この部分、ハテナね、よく見ると、三角 1> の1つのつ外角ですよね外角外外の角度で外角度っていうのは2つのこことここの内角こことここを足すと残りの内角の外角つまりここねになるんだよねだからこことここを足せばここになるって分かるので1番の答えは A 50度とまあこれでいいか大体まあこの問題であれば答えの解答欄に「度って書いてくれてるからねこれで OK かと思います。 では2番。まあ、問い2からね、ちょっと情報が増えていくんですが、これも簡単にまとめていきましょう。まずやってることです。P をこの辺に置きましたと。で、こっから B に向かって PB をまず引きました。線分 PB ね。で、その後にそ、あ、BP か。それと平行になるように、D からこっちに線を引いたの。いいってことは、D、まあ、DQ だっけ あとに書いてないね。まあいい、DQ でいいわ。DQ と BP、これ平行で、ま平行真っ赤に書いてた。そう、平行になってます。いいかな。で、その後に A から P に向かって線引いて交点、これ R にしましたよと。じゃ、その時求めていってねって話で、まず1番じゃなくて、問1。カッ1。でね、やること。で、ちょっとごめん、順番いつもの書き方で、丸2させてください。まあ、わかるでしょう。これでもね。 で、これ今証明しまあ、あと、掃除の証明をしていくんですが、A, B, P、ここです。ちょっとね、次の問題でがっつり使いたいんで書かないんですけど、この部分とこの三角形の掃除をやっていきます。で、まあ、これ絶対っていうわけではないんですけど、掃除条件3つあるじゃないですか。で、掃除条件って角度か辺の比、まあ、1つ使う2つあるけどね、数はね。で、あの証明していきますよね。 でね、受験の問題の掃除の証明って、大体が二組の角度です。絶対じゃないけど。が多い。覚えておいてください。二組の角度が多いんです。で、例えばこの問題とかも、これさ、ここの、ここまでに、辺の長さ一個も書いてないんだよね。ここが2センチですよとかないでしょ。ないし、で、比も一個も出てきてないから、難しいわけ。辺の比で行くのがね。例えばここが4センチです。あれが2センチです。とか。 で、2対1だとか。わかるんだったらまだしもないからさ。じゃ、角度で行くしかねえなって。しかも、角度が一番楽だから。掃除の証明。じゃあ、今やった三角形、この ABP と PDR か。この二つ、二箇所、角度同じって言えねえかなって考えるんです。で、この時に、もちろんもう気づいてる方はごめんね、ちょっと早くしてもらって構わないんですけど、どう考えるかって、まず平行四辺形じゃん。 平行四辺形って平行がさ2組もあるわけここも平行だしさ上と下も平行じゃんしかもわざわざ今回ここに平行な線引いてんだよね平行って言ったら錯覚だからさ錯覚あ錯覚使えるよねってどっかにねえかなって考えるわけで自分がよく言いますけど錯覚はねあるアルファベットを探しに行きます でよく自分、錯覚の Z と錯覚の逆 Z っていう言葉を使うんですけど、まあ、このアルファベットは Z を探しに行くんです。で、今回、まあ、これを絶対ね、ここを使えってわけではないんですけど、まあ、解き方の一例として捉えてほしいんですが、Z を見つけたいと。で、どこかっていうと、ここです。ここと、ここがまず Z が作れます。どこかっていうと、こうです。ちょっと無理やり感出るけど、こう。 こういう感じ。こう。自分がよく Z 逆 Z を見つけろっていうのは、その Z 横になってるけどね、Z の尖った部分のここが錯覚の関係なんです。だから同じなの。錯覚より。今青の丸にしてる部分は、その、ここ平行だからさ、方が。だから錯覚で、こことここが同じってことが言えました。まず1個ゲットだよね。じゃあ、あともう二つで、あ、もう1組さえ見つけれれば OK。 ここかここもしくはここかここだよねないかなって考えた時にここですこっちここはもう見やすくてこう逆 Z があるよねここにこうやって逆 Z がつまり×の部分も錯覚によって同じっていうことができるじゃあ2組もう言えると思ったからこうやって全部アイテムが揃ったからじゃあ書き出していこうというふうにやってください あのー、今回まあせっかくなんでね、右上に久しぶりにし照明の一番自分が照明の一番最初って言れ合同の照明の方ね。ちょっとこれね、掃除じゃなくて。合同の照明の方になっちゃうんだけど、照明の考える流れのやり方ってちょっと動画貼っておくので、照明苦手だなって思う方はちょっとそれ見てみてください。かなりその熱込めて作ったものなんで、その照明に関してはね。じゃあ話戻します。で、まず、照明したい三角形について書かなきゃいけないので、三角形 ABP、合ってると PDR。えー P と三角形 PDR にに置いいいいいててこの辺の辺細かか言葉は気にしななででください置いてじゃなきゃきすかたまに言われるけどいいからただ絶対なのはここねここもし掃除マーク最初に打ったらバスだからねあとが全部正しくてもバスだからこここれは「と」にしよういいねで今やったアイテムいきましょうまあもともと平行行ってくれてるから平行わざわざ書かなくていいと思うんだけどねちょっと省略で書きます えーっとまずこの部分錯覚えー、っとまああれか平行線の書かないから今こことここの平行の錯覚を使うから AB 平行 AB ね平行 DCDC DC の錯覚よりこれ書いた時はまあ間違いないかな。 角よりつまりここねここの平行の錯覚使ってるのは丸と丸なのでより角、えー、まず左上,左上からいきましょう BAP ですね。えー、BAP イコール角度こっちの丸で,すで順番が DPR になります。でアルファベットの順番合ってるかなって不安になる時は一番最初に置いたこの三角形の順番で見るといいです。 BAP は真ん中左右でしょ ?BAP。真ん中左右。じゃあこっちも真ん中左右ってやれば DPR になってるからじゃあ大丈夫っていうね。一番最初のここだけミスってなければそれで確認できるから英語の順番絶対対応させられるからここでね。まあ話戻しましょう次×バツです。バツは×はえっ、ー、と PB。PB と DQ にしようか。えー、PB 平行、えー、DQ の同じく錯覚だね。 こっちのさこっちの大きい三角形先に書いてるから APB にしようか。角く APB=APB イコール B だから PRD だね。PRD。合ってるよね。えー、ひ左お前左、右真ん中だから左。o k o k ケー。で2つアイテム揃いましたということで。 12よりちょっとこれ入ってるかな左側あギリギリだったねより、えー、これ相似条件いきましょう二組の角度がえそれぞれちょっとお邪魔ですすいません等しいので でこれね理由を書いたから最初に言いたかったら結論を書いて終わります三角形 ABP ここで初めて掃除マークね ABP 三角形 PDR とこれで掃除終了であ証明終了でございますとまあこんな感じでね 正面苦手な子多いと思いますけど部分点もらえるあのあるからさ部分点があるからかけるとこまでは書こう1点2点でもかすめ取っていこう大事だからねよしじゃあ最後いきましょうここはまあちょっと難易度上がります最後はねで最後は頂点 c と r を結びますとここだねここを結ぶんですけどちょっとか結んじゃうか曲がっちゃったごめん こうなってで交点 S としますとここかこれが S ここねうんまあいいや <laughs> で CP 対 PD が2対1です CP 対ここ2対1になってますその時四角形 QBSR こ,、ね、こ,こ,ここまで入ってればねまだ楽なんだけどまあそこはこの問題のねまあミソになってるんですけど ここの面積は AQR こここですこの三角形の面積の何倍であるか求めなさいということでまあそれぞれを出せばね何倍すぐ出せるのでじゃ出しに行こうって話です。でこのやり方アプローチはまあいろんなやり方があると思うんですけどまあ自分はよくね片方の えー、図形の面積の文字を使って送って方法を取ります。で、今回三角形とちょっとようわからん四角形になってるので、これは三角形置いてください。よくわかんない四角形置いちゃうと広げらんないから話しようスタートはわかりやすいから広げ、えっ、ー、と広げた方がいいんでね。じゃあ青の部分をどうしようかなお。T でいっか。S 使ってるもんね。T ないもんね。ちょ、T、ラージ T にします。いい。ここの面積。青の面積をラージ T。こっからスタートしていきます。 全てのアプローチをねでこれをどんどん広げていくのどんどん広げていく t を使ってあこの三角形って1 2 1 t じゃんみたいな感じで広めていくので分かるところをアプローチしていくしかないんですがまずですまずえどうやるかっていうと自分がねやった方法はまずここに行きましたここですえー、斜線引いててもいいか、まあ、黒に引いちゃおこうかなここですねこの三角形が出せますと。 で出しに行ったの最初やった方法だよ。これ本当は後なんだけど使うのは。でどうやるかっていうとこれさ左の青と黒って蝶々型になってる。まあリボン型でもいいわ。こうなってんだよね図形として。で平行だし。外が蝶々とかリボンの外が平行になってたらこれ絶対相似になるんですよ。相似になる。絶対にね。あの平行だからさここ錯覚で一緒だし、まあ、もう体調学で一緒だけど。 ってことで、すぐ、めの掃除費もわかるから、面積費も持ってけると思ったの。なんですぐわかるかっていうと、これ2対1じゃんか。2対1で、ここ平行に引いてるから、もちろんこっちも2対1なわけ。ずれるわけないから、ここに。ってことは、この青と黒って、えー、掃除費は2対1なのね。もう数字でわかるし、2対1。で、掃除費が2対1ってことは、面積費は4対1だからね。 これちょっと口で言うためなんでいきます。掃除比が2対1っていうことは、面積比は2乗します。それぞれを。だから4対1になる。つまり4対1。4対1ってことは、黒は青の4分の1なんです。4分の1。つまりこの黒の部分は4分の 1t ってことがわかります。 でもし、この、いや、4対1だから4分の1なんでって思った方は、えっ、ー、と、式にしちゃえばいい。比例式に。今、4対1でしょこれが、4対1まではいいじゃんか。4対1で黒が分かんなくて、青は t だから、青は t。じゃあ、どうするこっち、黒の方は、うんー、ハテナにしとこっか。<laughs> でする。そうすると、外、外、中、中すると、まあ、4ハテナなわけよ。あ、これ、本当の、あの答え言っちゃダメだよ。これ、途中式別に気にしなくていいから、こんなんやってるけど。 で、中々で t。で、4で割ると、ハテナイコール4分の1みたいなね。まあ、こうなるわけ。だから、もう黒は4分の1なんですよ。で、次に、ここの下の赤にちょっと近づけます。まあ、黒は後で使うからちょっと気にしないで。下の赤に近づけていきたいの。で、どうやるかっていうと、えー、リボン消そうか。 自分がよくね、あの、わざわざ平行な線引いたときに何思うかって、平行な線引いてるってことは、まあ、中点連結定理みたいなことを使うかなってもの。まあ、中点連結定理じゃないんだけど、今回は。で、どこかっていうと、これ。ここの三角形。A, B, P です。ここちょっと取り上げます。えー、っと、で、こうなってる。A, B, P。こう切れてるよね。A, B, P とこうなってる。ここに R があるんですけど、こんな感じ。 わざわざ平行にしてるからさ、こうやって。これ、面積比使えるんですよね。上の三角形と全体の三角形、絶対相似になるから、これも。あ、のこのリボン型とかピラミッドじゃないけど、こういう形、アポロみたいな形を、は相似になるからよく使うわけ。で、どう考えるかっていうと、まあ、上が t じゃん。上が t。で、今、比を見るとこっち見ようか。ここが、2対1になってるから、 上の三角形は2でしょ掃除比。下の三角形は2たす1で3なわけ。だから上と全体は2対3になってる。2対3ってことはさっきと一緒です。面積比は2乗したら4対9になってる。4対9。で、ここはちょっと口説明増えるからちょっとついてきて。4対9で、今全体の三角形が欲しいの。ここ。全体ね。で、全体の三角形を、えっ、ー、と、じゃあ右側じゃんか。 4対9イコール上が t なの。で、下がじゃ全体にするわ。全体です。で、さっきの中か外外で計算すると、4全体イコール9 t だから4で割るから、全体は4分の9 t になったわけ。で、今出したら4分の9 t じゃなくって、下の部分を出したい。ここ。ここです。 で、全体で4分の9 t だから、そっから上の T を引いてあげる。じゃあ4分の9 t から T を引いてあげると、まあこれ通分すれば4分の 5T になるじゃないですか。4分の 5T。これ4分の 4T だからね。で、今、つまりこの赤の斜線の部分が4分の 5T まで来たんです。かなり近づいた。さっき問題作ってる時に、ここ入ってくれれば楽なのにって言ったのは、そうしたら4分の 5T で終わりなの。 終わってないんだわ、これ。なぜかっていうと、ここ切れてんだよね、ここが。ここが切れてるここの部分が。だから、それを出さないと、このさ、さあ、四角形 QBSR かなが出てこないと。まあまあ、第一段階として、ここは出たからさ。じゃあ、次のターゲットとして、もう色がないけど、ちょっとここあれば、消すわ。次のターゲット、ここね。ここを出したいわけ。まあ、ここは4分の1では出てるから、そこを出したい。 じゃ、どうすっかなって考えたときに、ここ、着目します。ここ着目する。で、どう考えるかっていうと、まあ、自分のやった方法は、ここね、この四角形と取り上げてください。取り出します。えー、っと、こっち側か。えー、こんな感じでいいここは上平行だもんね。まあ、こんな感じにしておきましょうか。R でしょ ?S でしょえー、P の D か。こうなってる。で、こここう切ってるわけよ。で、こっちは、 4分の 1t なのさっき出したね。4分の 1t。で、ここが欲しいわけ。欲しい。で、大事なのが、ここと、ここが、またさっきの、ちょっと、なんだ、アポロ型っていうのかな。そういうの反対になってるから、この、下のこの三角形と、全体の三角形も、相似なわけよ。相似になってる。で、ここが、2対3でしょ 2対3ってことは、ここの長さも2対3になります。わかるかなここが2対3。ちっちゃい三角形が2。大きい三角形が3だから、ちっちゃい三角形は2。で、大きい三角形は3になるわけ。つまり、ここも2対3になる。まあ、これ映したわけね、こっちは。映したわけです。いいで、でなんですよ。で。今、この黒の斜線の三角形と、 黒が入ってないこの4分の1の部分。ここの三角形って高さ同じなんですよ。ここがちょっと大事なんでね。高さが同じ。なぜかってこれ平行だからね。上と下が平行になってるから。それしかも三角形作ってるだけだから、高さは同じになってる。で、底辺が2と3で違うの。高さ同じだから。だから、この黒の三角形と白の三角形の面積比って2対3なのね。 これを今ずっと掃除比の話をしてるから、え、二乗しないんすかみたいな考えになっちゃうかもしんないんだけど、掃除が二乗するのって、底辺もえ、例えば2対1が、こっちの方わかりやすい。2対3の時って、底辺も2対3。高さも2対3だから、2×2 で4。3×3 で9なんだよ。底辺も高さも大きくなってるから、ビッグライドでね。ドラえもんの。でも今回に関しては、底辺だけが変わってんの。高さ同じだから。 だから面積比比はそののままま底辺の比と同じになりますで今白の方は4分の 1t でしょじゃあこっち黒分かってないから黒って書いてくわ。2の方ね。でこっちは4分の 1t ってやると3黒イコールこれかけ算すると2分の 1t だから黒イコール6分の 1t になります。6分の 1t。 ここね、出したかったのは6分の1でしたと。あれなんで出したかったんだっけって。この4分の 5t からこの黒を引きたかったんだよね。つまり、4分の 5t から6分の 1t を引いてあげる欲しかったやつだから。で、これ通分すると12で通分なので12の、12分の 15t マイナス12分の 2t なので、入るかな。12分の 13t になります。 入ってるはい。どーすいません。えっ、ー、とね、ちょっとね、不快な音が鳴りましたけど、失礼しました。えー、12分の 13t になります。さあ、話を戻しましょう。えー、出したかったのはここです。この出したかった部分が12分の 13t となりました。もっともっと最初の話は、えー、っと、この赤の方だよね。赤の面積は、 青の面積の何倍って聞かれてます。これ小学校でやってるんですけど、ほにゃららはほにゃららの何倍って割り算使うからね。赤は青の何倍っていうのは、あ、いいか。これ消してまずいね。赤は割る青。こうやって出すんです。赤は青の何倍ってそのまま割り算していけばいい。で、これ t r る t で t 消えるだけなので、答えとしてはちょっとこっちに伸ばしましょうか。

ま、ひとまずこんな感じでやらせてもらいました。で、ちょっと全体を復習すると長くなってしまうので、まあ、最後のまでのポイントとして押さえておいてください。えー、平行支援形が出てきたとき、まあ、平行支援家出てきて、しかも平行線引いてるからね。平行があるときっていうのは、やっぱりこのリボン型、い,い、まあ、蝶々型でもいいです。この形と、このアポロですね。アポロ型。中が平行になってる。三角形です。が出てきたときに非常に使えます。掃除を。 だからそこに近づけるためにどっか使えないかなっていうアプローチまあその探し方として着眼点としてはそういう風に考えてもらえたらいいのかなと思いますので、ぜひこの問題も復習してほしいんですが、他の問題でも参考にしてみてください。では、<coughs> ではが <coughs>、詰まった。ごめん。では、今回は <coughs> 高校受験対策の図形シリーズ第28弾やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。